いました太宰府魔法の魔衆と申します。本日踊らせていただきます作品は菅原伝寿手習鏡という歌舞伎の演目で、菅原道真公に付き添っていく舎人の荒事と梅大丸をテーマにしたものです。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは、はい、早速ね、太宰府魔法の魔衆の皆さんです。よろしくお願いします。太宰府市より参りました太宰府魔法の魔衆と申します。大変元気で素晴らしい祝賀さんの後で大変恐縮ですけれども、精一杯回させていただこうと思っております。太宰府と言いますと、加納菅原の道真公の周辺の地でございまして、その道真公の、伝説にございます菅原伝説七大鏡という歌舞伎の演目からテーマを引っ張っております。歌舞伎の、要素が入ったこの踊り、皆様にご覧いただければと思っております。それでは皆様のために精一杯回させていただきますので、よろしくお願いいたします。ご観覧の皆様に感謝を込めて、まほろば衆は梅を構え、誰を撃つのだ、誰を撃つの
中国神金冠僧侶天下の筆法伝え師は中高一致武部の現像背の字獣は宮遣いじゃな。甲賀拙者この梅を牛で手ならし牛追いだけ暗い自慢に食いっぷり海鮮山鮮悪逆武道地平行の尻こぶら2つ3つ600グラムソニオ勘認ならねえ。ほっよいさほっせほっやさほっさよいやさし桜花虫を忘れるものならば吹き込む風に強盗してやはぜよ。ほっさよいさついやさしほっよいやさ梅は飛び桜は枯れる世の中に何とてますの連れのカルラン。せよかれの皆様に感謝を込めて、ありがとうございました。ありがとうございました。ホイガーフェスの開催誠に誠におめでとうございます。大丈夫。